はいはい、始まったよ。こんばんは。今日も楽しんでいきましょう。皆さん、こんばんは。はい、いらっしゃい。こんばんは。今日は、みんなでチャットをしながら盛り上がろうっていうね、そういう風にしていこうかなと思います。はい、今日すごいですね。今日はね、何するかっていうと、私が今までずっとライブをやっていた、はい、こんばんは。久しぶりに来れた。あ、ありがとうございます。いつも使っている iPad の、お絵かきアプリ、Procreate っていうのがあるんですけど、それの、基本的な使い方とかね、あとはみんなが知らないことで、私が知ってること多分ね、そんなにないと思うんですよ。随時教えていってるつもりなんで。でも、それでも、いやいや、ここがわかんないよとかっていう部分は絶対になると思うんで、その辺をみんなで勉強していけたらなっていうふうに思ってます。なので、今日は、お絵かきはなし。お絵かきするかもしれないけど、とりあえず、基本なし。はい。今日は、チャットを盛り上げていきましょうかね。クラブでございます。はい、とりあえずね、今日は多分初めての人が多いと思うんですよ。最近ね、また私のアカウントが急激に伸び始めて、えらい勢いで人数が増えてるんで、ここってどういうとこって全然知らない人がいると思うんですよ。ここね、ここってどういうところみたいな。で、まずそこら辺の説明からさせていただこうと思うんですけど、ここはですね、みんなでお絵描きを楽しもうっていうところです。絵を描きたいんだけど、いや、描けないわ、とか、なんかこう、ちょっとこう、子供にね、ちっちゃい絵を描いてあげたいとか、なんかこう、メッセージにちょっと絵を添えたいとか、そういう時に、なんか技でもあったらいいのが描けるのに、とかって思うかもしれないんですけど、そういうのが、わからない。どうしたらいいのかわからない。っていう人が集まるところです。そうだよね、みんな。そうだよね。で、その中で、iPad をね、こういうふうに使ってやるんですけど、iPad の中に、すごく有名なお絵描きアプリがあって、それが、Procreate って言うんですね。で、その Procreate っていうのは、Apple も紹介するぐらい、超有名なお絵描きアプリなんですよ。今日は、たまにはこういうのもあっていいんじゃないかと思って。知らないことをみんなで知っていこうよ、みたいな。そんなのをやろうと思ってます。今日は、Procreate の、じゃあ、使い方について説明しようと思います。買ったばっかりの人とかもいるので、知ってるよっていうところがいっぱい出てくると思います。でも、それはそれで改めて勉強みたいな感じで聞いてもらえると嬉しいと思います。はい。じゃあ今日よろしくお願いします。はい。これがね、Procreate を一番最初に立ち上げた画面なんです。で、ここにあるのは私が今まで書いたものがずわーっとこう並ぶんですけど、買ったばっかりの人は、何もないはずなんですね。あ、いやいや、あるある。この辺にサンプルが、3つ4つポポンって並んでると思います。でも、これって、あんまり見ないじゃないですか。でも、これ、消していいのかどうかわかんないっていう人は、ひとまず、まとめてください。というわけで、そのまとめ方を説明します。今まで、私のライブをいっぱい、こう、見てくださったり、やってくださったりっていう人は、こういう感じで、たくさん並んでると思うんですよ。じゃあ、これどうやってまとめるのっていうことなんですけど、一個まず、長押しします。あ、なんかだった。はい。長押ししたら、ぴょこんってなる。ぴょこんって。見た？なんか目立つやつでしょうか。こういうやつね。じゃあ真ん中にしよう。これにしようか。こういうのを、ぐっと押したら、今見ました？ぐっと押したら、ぴょこんってなるんですよ。ぴょこんってなったら、一緒に重ねたいところ。重ねたい作品の上に、重ねたい上にこう持ってくる。そしたら、下に置いてるやつが青くなるんですよ。ピカピカピカって。で、
青くなった時にパッと手を離すと、ほら重なってるの分かりますか？分からない人はこうポンって押したら2つ重なるんですね。もう一回いきますよ。重ねたいものがあります。じゃあそれをポンって押したら不安ってなるんで、不安って手で表現するのが大変なったら、これをぐーっと指で、ペンでもいいですけど、持ってくる。で、重ねたら、こうやってね、もう固まってるところには、中入るんですよ。それを、スタックって言うんですけど、スタッフじゃなくて、スタックね。で、こう、スタックは全部スタックっていう名前なんですけど、ややこしいんで、私は名前をつけます、ここに。なんか好きな名前、何でもいいんです。もう適当にわーって打って確定って押したらそれが名前になるんで、こういうね、好きな名前をつけられます。こういう感じで似たやつ、例えばマンダラがいっぱいありました。じゃあこのマンダラとこのマンダラをくっつけて一緒になりました。じゃあここにもマンダラあるよね。じゃあこのマンダラもくっつけましょう。でしたらここにこうやってやったらいいんですね。で、このスタックの中の一番左側、これがこのスタックのプレビューになります。なので、今この青いやつが、プレビューになってるんですけど、これじゃなくってこの方が目立つかなとか思ったら、こういう風にこれ移動させてください。そしたら、こんな感じでプレビューが変わります。スタック同士は一つにくっつけられないか、くっつけられます。例えば、こことここにドーナツありますよね。これドーナツだらけかな、ちょっとややこしいな。まあいいか。ここにドーナツのスタックがあります。でこっちに今さっきまとめた絵のスタックがあります。この絵のスタックとこれを合わせるとき、このスタックをグッと押してツル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 ってここに持ってきます。そしたらこのスタックが広がります。広がったらここで手を離す。そしたら、スタックの中にあったものはばらけて、この中に入り込みます。OK ですか？つまり、スタックっていうのは、フォルダーだと思ってください。あ、なんだ、フォルダーか、みたいな、言い方を変えると、わかりやすくなるんですよ。なので、フォルダーでもわかんないやっていう人はごめんね。はい。なので、スタックイコールフォルダー。で、一番左側にあるのがプレビューになるので、この黄色地に赤のドーナツが今プレビューになってるんですけど、これよりこっちの絵の方がいいなって思ったら、これを左に持ってくる。そしたら、こういう絵に変わります。ただ、こんな感じでいっぱい絵を描いていくと、だんだんわからなくなるんですよ。どこに、どのスタックに何を入れたのかっていうのがわからなくなるんで、私がやってるのは多分ね、下の方にあるのチラチラ見えてたと思うんですけど、私は文字をここに挟んでるんですよ。どうやってやるかっていうと、例えばこのシームレスパターンって、まあ私いっぱいシームレスパターンを作っているんで、こんな、いっぱい作ったらもう、こんな感じでいっぱいあるんですね。で、一番ここがプレビューになるので、ここに字を持ってくるんですよ。だから、このスタックのを開いた状態で、プラスを押して、サイズは何でもいいんです。だから、スクエアでもスクリーンサイズでもいいし、これで自分の好きな、色とペンとで、文字を書く。シームレス。読めないな。まあいいか。ね。で、このままギャラリーを閉じたら、一番端っこに来るから、これをね、こうやったらほらね。こうか、ミームレスに見えるけど、シームレスなんですよ。こんな感じで、まとめて、さらに自分がわかりやすいように、文字を入れることもできるので、自分で考えてやってみてください。で、この文字なんですけど、自分の字は汚いから、私も汚いんですけど、いや、なんかフォントがいいなっていう人は、この画面の、この上のところに、スパンナのマークがあります。このスパンナのマークを押した追加っていうところを押して、そしたらここにテキストを追加ってあるんですね。
テキストを追加するとテキストって出てくるんですけど、これちょんちょんに、ペンの人はこうぐしゃぐしゃぐしゃってやって、そしたら消えるんですよ。で、まあ消えないっていう人はこの辺にキーボードが出てると思います。私は自分から出さないと出ないように設定しているのでいちいち消えるんですけど、おい違うな、どれだっけ、これか、ほい、はい、こんな感じで文字を入れることもできます。だからここでシームレスとかね入れて、で文字の大きさを今度は変えるときはこう、この文字を出したときにこの辺に AA とかってあったらそれを押す、でなかったらこういうキーボードの上の方に AA っていうのが出てると思うんで、それを押したらこういうなんかこうなんか選べるような画面が出てきます。これ出てきたらこのサイズっていうところででっかくしたりちっちゃくしたり、でこっちの一番端っこ、ここはみんなの iPad の中に入っているフォントの一覧がここに出てきます。ここに、なので人によってここがすごく多い人もいれば少ない人もいます。でこのフォントっていうのはまた後日改めてお伝えできればいいんですけど、増やすことができます。で減らすこともできます。でその方法また後日改めてお伝えしようと思うんですけど、好きなフォントに、まあ、まず変えて、これ日本語でこっち英語だなのでなかなか変わらないんですけど、これ英語にしようか、その方が分かりやすいかな。シームレス、ほいほい、そしたらよいしょ、これを全部選択してこんな感じで、あ、こういうフォントがあるのね、こういうのがいいかなみたいなのを選択できます。でこうね色がついてるんですけど、これは解除したら消えます。色はここの色を取ってます。だからここの色を変えると変わります。 OK ですか。なんか多分ね普通の一般的なプロクリエイトの教え方をしてないのですごい早口で喋ってると思うんですけど、なんでかっていうと、これ動画でどうせ残すから、そのつもりで早口で喋ってます。はい。なので、いや、わかんないわ。もうちょっとゆっくり説明してっていう時は言ってください。ちゃんとゆっくり説明するので。はい。まあ、こんな感じでフォントがあります。じゃあ、せっかく出したので、この画面の説明をすると、ここにフォントスタイルっていうのがあるんですけど、まあ、サイズはこうね、選択した状態でこうサイズを変えることができます。よし。でこうカーニングとかね、なんかめんどくさい名前がいっぱいあるんですけど、カーニングっていうのは文字と文字の間を狭くしたり広げたりっていうことができます。でトラッキング、これも似たような機能です。でレディング、これ何をしても何にも変化がないんですけど、例えばここで一回2行にしようか。ほい、2行にしてこんな感じで置きましょう。レディングってするとちょっとこの幅がこう広がったじゃないですか。こっちにやると狭くなります。だから行間をいじることができる。ベースラインはどうするのか、ベースラインはどうなるんだ。多分ねこれ私ねこの辺の説明あんまり苦手なんです実は。はい、ベースラインあんまり変わんないね。うん、はい。で不透明度、これはもう色のこう薄さ濃さ、これですね。はい。でこのフォント属性はもう右によるとか真ん中とかそういう感じなので、わかんない人は一回触ってみる、これが一番です。この U はアンダーバーのことなので線が入ります。 O はなんだっけ、 O はなんかわかんないけど中が抜けたので、なんか抜けるっていうことなのかな、アルファベットの意味がいまいちわかんないんですけど、まあそういう感じですね。はい、これがフォントの機能。
本当の入れ方もう一回説明します。本当はこのスパナのマークでテキストを追加で、ここら辺にキーボードが出てたら A っていうのを押すとここにフォントが出てきます。で、ここにテキストって出てきてたらこれを全部選択して、で、バツボタンでベチって消すか、一個ずつポンポンポンって押して消していってもいいし、こんな感じでね、文字を書いて入力することはできます。これが、フォントですね。フォントのことで何かわからない人はいますか？もしくは何か聞いておきたいことがあるっていう人はいますか？大丈夫ですか？じゃあぼちぼち進んでいくんで、わからないところが出てきたらちょっと待って、それもう一回言ってっていうのを言ってください。はい、じゃあ次行きます。次はね、先週私がチラッと見せたらなんかおーすごいわって言われたブラシなんですけど、ブラシっていうのはここにあるんですね。ここが一番プロクリエイトで一番よく使うところなんですけど、ブラシ、これが指のマークなんですけど、これな、多分ね、ほとんどの人使わないと思うんですけど、こういうちょっと私ね、設定を変えたからうまく、あ、そっか、フォントだからかな、こういう風にね、指でこう擦るみたいな、そういうことができます。で、消しゴム、これはまあブラシと同じブラシがこの消しゴムの中に入ってるんで、消しゴムの中にあるブラシを使って好きなように消してくださいと。それが消しゴムです。何何？おしゃれな文字を書くときに筆圧で太さを調整したりできると思うんですが、純正ペンじゃないとできませんか？つまりスタイラスペンとか、このアップルペンシルじゃないペンで、筆圧を変えることができるかっていう話ですよね。それはね、ペンによる。私、これの他に、こういうスタイラスペン。よいしょ。ちょっと久しぶりに開けるから開かない。あれ？あ、開いた。こういうね、こういうスタイラスペンを持ってたりするんですよ。ほとんど使わないんですけど、これね、同じようなアップルペンシルとほぼ一緒なんですけど、これ強弱できません。なので、筆圧検知するかしないかは、そのペンのメーカーによって変わるので、買う前に必ず確認してほしいんですよ。これは筆圧検知するとかしないとか絶対書いてるんで。それで多分決まると思います。はい。じゃあ話戻ります。ここ消しゴム。で、これがプロクリエイトを使う上で超重要なレイヤー。このレイヤーの機能を押さえておくと、これから先、いろんなことをやっていく上で、あ、ここでレイヤー増やせばいいんだ、みたいなことができるので、レイヤーの概念っていうのは分かっておいた方が絶対にいいです。じゃあどう使うのかっていうことなんですけど、だいたい開けるとレイヤー1っていうのが出てるんですよ。レイヤー1の中に例えば丸を書くとするじゃないですか。で、この丸ってまあちょっと初心者のふりしてこうぐるぐる巻いて塗りつぶす。初めての人とか何もプロクリエイトわかんない人はこうやってこうぐり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 やりながら塗りつぶすと思うんですけど、実はそうじゃなくって、プロクリエイトにはもっと楽ちんな機能があって、この真ん中に向けて、この色、この丸い色、これをピューッと投げ入れて、手離すと、ここがそのまま塗りつぶされます。よいしょ。はい。で、まず1枚目。で、2枚目のレイヤーを足すと、この今書いた上に、違うものを書くことができます。こういう感じで、別の色でレイヤーが足せる。で、この今書いた緑、この下に置きたいときは、レイヤーを使って下に引く。で、違う色で、こうすると、この下にレイヤーができる。だから、
クリアファイルを重ねてるイメージだと思ってください。この辺は私のプロフィールの下の方にあるいろんな動画があるんですけど、そこの一個にレイヤーっていうのはねって説明している動画があるので、ちょっとそれを一回見てってください。はい、じゃあまた話を戻して、ブラシ、私は多分ね、これね、1万はいかないかもしれないけど、多分4桁ブラシ入ってます、ここに。これどうやんのって思うかもしれないんですけど、ブラシっていうのは、フリーのブラシとか、有料のブラシとか、とにかくブラシっていうものは、ダウンロードができます。なので、このインターネットの画面で、英語なんですけど、プロクリエイトで、ブラシとかね、ブラシは全部英語ね。ブラシ、ブラシ、シ。って書いたら、私も行き過ぎてるんで、スッと出るんですけど、ちょっと違うな。まあいいや。こういう感じのね、ここ、あんまり私が行かないところですけど、ブラシを提供してくれているサイトに飛びます。出遅れた。まだ大丈夫だよ。っていうか今日は説明するだけだから。出遅れも何も関係ないからね。はい。こういうところに行くと、大体ね、海外のサイトなんですけど、すごい優しい人たちが、こういうね、0円でブラシを、配布してくれてるんですよ。で、例えばここになんか目立って、これにしようか。この、女の子の絵ね、多分これの、こういうパーツ、なんだろう、人のこういう形を配布してるんだと思うんですけど、こういうのをスタンプとしてブラシで作ることができるんですね。でこれを私たちに取っていいよって言ってくれてるんですよ。こういう時はバイプロダクトっていうのを押して、これ全部英語だと怖いんですけど、ここで2ドルとかなってたらちょっともう一旦こうキャンセルみたいな感じで、こう、0円だったらいいけど、お金かかるとちょっと怖いからやだとかっていう人は、もう一旦諦めるとか、そういうことをしてやっていけばいいかなと。私はですね、いつも言っているのが、これか?黒いところ。はい、ここですね。ちょっとね、広告が非常に多いとこなんですけど、ブラシフォープロクリエイトっていうサイトが海外にあるんですね。この半分は、今見えてるとこ全部広告です。広告は押さなくていいので、こっから下。こっから下で検索したら、今はね、何ページぐらいあるのかな ?125 ページあります。だから、ここの次へのボタンでキューってやっていくと、いろんなブラシがあるんですよ。だからクローズ、こういう感じで、もうこれなんて水彩のウォーターカラーブラシってあるじゃないですか。でこういうところに行って、でこういうね、英語がいっぱいあるので分かりにくいっていう人は私に DM ください。これを落としたいんですけど、どうやってやればいいんですかみたいなことを、DM でください。そしたら、うん、わかった。じゃあ、それの動画出すから。みたいな感じで、適当に皆さんにね、こう、はい、こうやったらいいよ、やったらいいよっていうのを説明します。うん。で、このサイトの、ダウンロード方法なんですけど、大体上にあるのは全部、広告です。このプレビューのすぐ下に、わ、これいっぱいあるな。こういう感じで、種類、これ多分ね、種類別に置いてくれてるんですよ。で、ちょっと見えにくいかもしれないんで、でっかくすると、ブラシって書いてるのは1本。で、たまにね、ブラシセットって書いてる。これかな?よいよい。これもブラシだな。ちょっと待ってね。すごいでしょ?これもちょっとまた違うな。まあいいや。ブラシだとブラシ1本。で、ブラシセットって書いてたら、ここに、例えば、
こういう風に4本あったとして、ここにブラシセットって書いてたら4本のブラシを全部あげますっていう風に受け取って大丈夫です。ただ文句は言えません。この人が無料でくれてるから。はい。でこれはここの次のページじゃなくて、なんだ違うところに行ったか。この次のページはね、広告なんですよ。これ、NEXT。これで、どん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 次のページに行くことができます。なので、いろんなブラシが欲しいっていう人は、こういうところを見てみるといいと思います。で、最初は、海外っていう部分ですごい躊躇すると思うんですけど、みんながよく紹介してるところとか、で私ここを紹介してるんですけど、こういうところはやり方さえ分かっていれば怖くないです。だから大丈夫で、じゃあどうやってダウンロードするのかっていうと、例えばこのダウンロードブラシ、これを押すと来るかな、来た来た、こういうね、見えますか、ここにねダウンロードってあるんですよ。このダウンロードをポチッと押すと、ここに矢印が出てくるんで、この矢印がぐるっと一周すると、もうダウンロード OK。で、ぐるぐる回ってるときは、ここをタッチしたら、今ダウンロード中なのかどうかっていうのが出てくるんで、ダウンロードされたら、次はどこ見るかっていうと、iPad の中のファイルアプリ。大体の人は、この下の中に、こういうね、フォルダーのマーク、青いフォルダーのマークがあると思うんです。ここに入ってます。じゃあこのファイルアプリのどこにあるのかっていうことなんですが、iPad でダウンロードしたら必ずダウンロードっていうところに入ります。これを一番最初に覚えてください。そしたらあとはこの中を探すだけなんですよ。で私はこの説明の前にいっぱいブラシをダウンロードしてるので、この辺にいっぱいあるんですけど、さっきのブラシどれだろう、あこの辺かな、こういう感じで、ブラシだったら見えます、ブラシだったらブラシ、ブラシセットだったらブラシセットっていう風に出て、ここに出ていたらポンって叩くだけでプロクリエイトの中に入ります。でこのブラシの中に追加されるんですけど、増えてくるとどこに置いたっけって思うんですけどね、一本だけのブラシの場合は、一番下に読み込んだブラシってあるんですね。ここの中に、入ります。だからさっき、取り込んだブラシは、この中のどっかにあります。これだ、これ。どんなブラシなんだろう。ちょっと見てみますね。ちょっとお待ちよね。こういう、見えます？ちょっとこういう、あ、なんかちょっと可愛い。こういう感じのブラシがダウンロードできました。で、ブラシセットをダウンロードした場合、で、プロクリエイトに読み込んだ場合は、下じゃなくて一番上、ここに来ます。見方は、一本だけだと、読み込んだブラシっていう、ここの中に入るんですけど、ブラシセットは、ここ全部ブラシセットなんですね。こういうところ。なので、ここの一番上まで上がって、ここにブラシセットが入ります。ここに違いがあるんですね。この辺の、なんかこう、仕組みさえ分かれば、どんどん面白くなってきて、だんだん増えていきます。もう、だから私の場合、恐ろしいほど増えているっていうことですね。はい。ブラシっていろんな形があるんで、多分ね、みんな見てみたら、これも欲しい、あれも欲しいってなると思うんです。しかもタダだし。だから、そのうち私みたいにこんな感じでね、山ほど増えるようになるんですけど、こんなに増えると、今度は逆に使わないものが出てくるんですよ。はい。ちょっと待ってね。1個目、プロクリエイトに入った後はダウンロードファイルのデータは消してもいいんですか？ OK です、 OK です。だからここにこうダウンロードされるじゃないですか。で私このジテリーなんちゃらみたいな、ブレンダーか、
このブラシダウンロードしたんですけど、もう入れたっていう時はこのまんま削除して全然大丈夫です。もうプロクリエイトの中に入ってるんで。ただしプロクリエイトに何かがあった時、削除したらもう一回ダウンロードし直しになるんで、そこは理解しておいた方がいいです。はい、あとは何々、好きな読み込んだブラシを自分でまとめることはできますか？できます。今からそれを説明します。はい、じゃあここに山ほどブラシをダウンロードしました。もうなんかどれがどれだか分かんないけど、いらないブラシは多分あるぞと。で、私の場合本当にあるんですよ。でも放置してるんですけど、例えばゴールドっていう中にこれだけのブラシが入ってて、これ私使ったことないんですよ。こんな、あー、なんか置いておくとなんか案外ね、あ、いい感じかなとか、なんかこうやってほらね、なんかなりそうじゃないですか。だから置いてるんですけど、何にしようかな。ちょっと消したいんですよね。どうしようかな。ドット柄クレヨン、なんか消してもいいのあるかな。あ、そうか、増やせばいいんだ。ちょっと待ってね。これを複製して増やしておいて、はい。じゃあブラシセットがあります。使わないブラシがあったとしましょう。消すときは左にスワイプ、赤の削除、これを押します。で、削除、ここの中で削除するとブラシセットの名前はそのまんまだけどブラシが消えます。で、いや、もうこのセットごといらんわっていうときは、ここの文字、この文字の頭のプロクリエイトのマーク、これをタッチして削除っていうのを押します。そしたらそのブラシセットごとなくなりますね。で、じゃあ今度はここにあるものをまとめたいっていう、さっきのねご質問の時なんですけど、ちょっと追いつかなくなってきたな。ちょっと待ってねちょっと待ってね。例えばそうだな、ここに鳥のスタンプがあります。本当に鳥なんです。ポン。こういうのね、ちょっと余談ですけど、一個でも持ってるとすごくいいですよ。何がやねんですよね。こう持っておくと何かとね、こう外空になんか飛ばしたい時とか出てくるんですよ、そういう時が。便利です。アバウト。うん。で、このブラシが違うところにまとめたいなと、好きなブラシだけをまとめたいっていう時なんですけど、まずここに、ここのねブラシセットの中に自分用のなんかこう入れ物を作りたいっていう時は、一番上に上がったら一番上にこのプラスってあるんですね。このプラスをポチッと押します。そしたら名前未設定のセットっていうのが出てくるんですよ。で、これを全部こう消して、そうだね、なんか星とかしようか。星、はい、星だけ。こういうのを作ります。作ったものをここに置いてて、この辺のブラシを触りたい時って上の方にあるから分かりにくいから、これをねグッと押して、グッと押して、こうツル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 って移動することができるんですね。で、なんかこう触りたいブラシの近くに、どこに置こう、どこに置こう、鳥どこ行った、どこに置こう、まあいいや、この辺でいいか。ほい、はい、置きました。ここに置きました。で、たまたまここにフリーのヘアブラシが2つ、同じものが私ダウンロードしてそのまま放置してるんで、ちょうどいいんでここにします。で、この中空っぽです。ここに入れたいときは、自分の入れたいブラシをまず開いて、で、こいつをねグッと押したら、まあ、さっきみたいにふわんってなるんですよ。そしたらこのまんまこうね持ってきたら、ここに青い、違う、緑のプラスマークが出るんで、出たらこれをペン先をこのカテゴリーの中に入れて、そしたらこうピコ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 ってなるんですよ。見えにくいけど、
ってこっち側に移動する。で手を離す。 OK。 もう一回いきますね。さっきどっから、あ、こっからか、はい。移動したいブラシを選択してグッとホールド、そしたらピコンってなるんで、そうなった時に初めて動かせます。はい、こういう感じで。そしたら、こっちの手でもいいんで、移動したいブラシセットの名前を開けて、開けて、で、ここに離す。そしたら元のところにはない。移動してここにある。これでわかりますか？大丈夫ですか？ブラシの移動はこんな感じかな。なので私はちょっともうこれいらないんで消そうと思うんですけど、最後あれだね、このブラシセットをもう消したいわ、もう整理ができたから消したいっていう時はブラシセットの名前をタッチ、そしたらここに名前を変更、削除、共有、複製ってあります。でこの削除を押します。これ共有って押したらどうなるんだろう。あ、なるほどね。共有って押したら人にあげることができるんだ。だから例えばファイルに保存とかしたら、さっきのファイルアプリの中が見えるんで、ここの中のダウンロードに置いて保存ってしたら、あとはそれをメールとかでね、ポーンって誰かに送ってあげたらそれで使えるので、共有っていうのもありの手ですね。で今回いらないんで削除します。削除。そしたらセットを削除しますかって聞いてくるんで削除します。これでいらないものが整理ができました。もう一回削除いきますね。戻るかな、2本指で。戻らないか。はい、削除したいときはこのプロクリエイトのマークをポチッと押して削除、削除しますかって聞いてくるので削除を押します。そしたらここの中から消えます。ブラシはいいですか。で、もっとわかりやすいように、大体がねこれ名前なんですよ、そのブラシのね、まあ、当たり前ですけど、この名前を自己流にしたいとっていう時はもう一回このプロクリエイトのマークをポチッと押して名前を変更って押します。でここ今フリーヘアなんか絵文字があってバージョン2ってあるんですよ。でこれバージョン2は置いとくけど、このフリーヘアはいらないからっていう時はこの出てきたキーボードで編集することもできます。私の場合だと髪の毛とかね、髪の毛、ほい、髪の毛バージョン2っていう名前に変更ができます。なのでここも自分のやりやすいようにやっていけば大丈夫です。もうねこんなに増えすぎると覚えてたら、あ、これねとかってわかるんですけど、わかんない人は本当はわかんないんで、ここの文字、ブラシセットの名前を変えるか、もうねよく使ってるものを同じところに入れるとかやった方が整理はしやすいです。私の使い方としては、基本的によく使うものはそのブラシセットの中に全部放り込むんですよ、似たような柄をね。これシームレス柄って言って、このパターンがずっと続く、そんな柄のブラシなんですね。こういうもう何の苦労もなくシームレスパターンができるってやつなんですけど、こういうのを全部ここに集めました。とか私暇な時に自分でブラシを作ってるんですけど、自作ブラシっていうこのカテゴリーを作って、この中に自分で作ったブラシを放り込んでますっていう使い方もできます。はい、じゃあそのブラシの使い方で今回みんなに、1個ブラシを作ってもらおうと思うんですけども、すごく簡単な方法です。
じゃあみんなプロクリエイト多分開けてると思うんですけど、真っ白い画面、まあ、テストで使う画面を何でもいいので開けておいてもらって、ブラシを押します。で、標準のブラシの中にカリグラフィーっていうのがあるんですけど、カリグラフィーっていうところに、モノラインっていうのがあります。このモノライン見つけたら、多分ね、英語じゃなく、私は英語なんですけど、大体の人多分カタカナだと思うんですよ。見つけたらこれを左にスワイプ、複製してください。で、複製したらモノライン1って出てくるんですね。複製したらどのブラシも必ず1とか2とか数字がつきます。なんでこういうことをするかっていうと、モノラインそのものを触るとこのモノラインがなくなるからです。これは原型として絶対に置いておかないといけないので、ブラシを作るときはだいたい複製をしてからいじります。じゃあこのモノラインのブラシをもう一回、青く選択した状態でもう一回タッチしてください。これがブラシスタジオって言うんですけども、ここがブラシの調整をするところなんですね。どういうことかっていうと、こっちが描画パッドっていうところで、こう試し書きができるんです。で、一回手を離すと前に書いたやつが消えていったりするんですけど、全部消したいときは3本指で擦ります。こういう感じで擦ったら消えます。擦ったら消える。たまに失敗するけど、はい。じゃあここでなんかこう波線を引きましょうか。で、このモノラインっていうのはブラシを作るときに結構基本になるものなんですよ。なので、これを基礎としてブラシを作るっていうのよくあるんで、モノラインのブラシだけはなくさないようにしてください。なくなったら誰かにもらいましょう。もらうこともできるんでね、さっきの共有を使えば。はい、欲しいんですけどっていう人は、なくなったんで欲しいんですけどっていう人は私に DM ください。いくらでもあげるんで、この無料のブラシだったら。はい。じゃあこのブラシ何ができるかっていうと、例えばこの手ブレ補正、これが一番有名なんですけど、よくこのカーブを描くときって、緊張するとほら、ふら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 、こう綺麗に描いてるつもりでもふらふら揺れたりね、この辺とかするじゃないですか。これを綺麗に描きたいのっていうときは、手ブレ補正を選択して、手ブレ補正っていうそのまんまの名前の強度ってあるんで、これを上げます。なんかここ変わってきましたね。これ100までいくとまっすぐになります。まっすぐになる、なりすぎるとあんまり意味がないんで、なんかこう紐を触ってるみたいな感じなので、最大まで上げなくていいんで、だいたい 50% ぐらいにすると、なんとなくこう滑らかになっているように見える。いや、実際滑らかになってるんですよ。こういう風にやるとわかるんですけど、これはやってみて書いてみないとわかんないので、ぜひ自分でやってみてください。私は最近よくブラシを作る動画を上げてるんですけど、見てるだけだとわかんないので、作ってみてください。こういう感じでね、はい。これが強度で、ちょっとでも変更して使えるなって思ったら、必ずやってほしいのは、このブラシについてっていう一番下のところを押して、モノライン1ってあるんですけど、ここをタッチしたら自分の好きな名前をつけることができます。なので、モノラインで自分の名前とかね、クロムとか、モノラインクロムとか、モノライン誰それみたいな名前をつけることができます。で、このブラシを完全に自分のものにしたいっていう時は、ここの作者っていうところも編集ができるので、この作者の下の名前、ここをタッチしたら、自分の名前入れます。で、その下にサインしてください、サインしてくださいってあるんですけど、ここはもう自分の好きなサインをここにね、こうやって書けるんですよ。で、この人のマーク、これポチッと押したら、カメラからなのか写真からなのか、どっちか選択できるんですけど、カメラからってしたら撮影、このカメラが起動します。写真からってしたら、この iPad の中に入っている写真アプリの中から自分の好きな写真を1個選べる。写真からにしましょう。
写真カラーって選択すると、最近ね桜を見に行ったんでね、ちょっといっぱい桜があるんです、ここら辺にしよう。はい、こんな感じでだいたいど真ん中あたりがポツッと入るんで、ここ変更できません。だいたい真ん中あたりが入ります、勝手に。で完了って押すと、もうこれは完全にあなたのブラシです。ここ押すんだっけな、ここで完了で自分のブラシの完成、これで1個完成ね。でまだなんかやりたいなっていう時はまたこれを複製するんですよ。でそしたら1ってできるんで、このブラシをいじります。今回そうだな、何をしようかな、これ違うな、どこだっけかな、なんか面白いところがあったんですけどね、これが思い出せない。で私ね、だいたいこう適当にやってるんでごめんなさい、適当でどこだっけな、なんか今の間に質問ありますか、私が探してる間に。なんだっけな、どれだっけな。まあね、ここをいろいろいじるといろんなことができるんで、ちょっと触ってみてください、面白いんで。はい、なんかあっという間に1時間経ちそうなんで、ちょっと早めに行くと、とりあえずこれで1本ブラシができたんで、このブラシちょっと一旦消しますね。1本ブラシできたんで、これはみんなで好きなようにしてください。はい、じゃあこの iPad の中でもっと便利に使うようにするにはどうしたらいいかっていうことなんですけど、ここのスパナのマークをポチッと押して、で環境設定っていうのがあるんで、ここ押します。でここにね、なんかいろいろあるんですけど、ここ自分で触っていってください。例えば明るいインターフェース、私オフにしてるんですけど、これをオンにするとこうなります。でオフにすると暗くなります。どっちでも好きなように設定してください。で左利きインターフェースってあるんですけど、これをオンにするとこっちにあったこのバー、これがこっちに来ますっていう感じで、自分の好きなようにカスタマイズできるんですね。私右利きなんですけど、こっちにあった方が便利いいんで、私このバーって左手で触るんで、こっちにいつも置いてます。はい、でこの辺はまあ適当に触ってください。肝になるのはジェスチャーコントロールってあるんですね。ここを押します。ジェスチャーコントロールっていうのは、みんなの手ってだいたい10本あるじゃないですか。この10本指でどうするのかっていうのをここで設定できるんですよ。例えばアップルペンシル、まあスタイラスペンでもいいんですけど、ペンがあったとして、そのペンを使ってどうこうするとかね、いうのがここで選択できるんです。例えばクイックシェイプっていうのがあるんですけど、ちょっとこの後説明できるかな。このクイックシェイプっていうのを設定するときに使う設定、私は描画して押さえたままにする、つまりグッと押したまんまにすると、そのクイックシェイプっていうのが出てくるよっていう、違うな、このクイックメニューだね、タッチして押さえたままにすると出てくるよっていう設定にするとか、ぼかしをするときに、私は設定してないんですけど、タッチしたらこう指でぼかしますとか、アップルペンシルでぼかしますとかっていう設定もできるんですね。でそうだな、ここで多分ね、ここをみんなデフォルトにしてて、どう触ったらいいのかが分かんないかもしれないんで、とりあえず私の今の設定画面はこうやってますっていうのを、明日ぐらいにストーリーに一回上げてみようと思います。私はこういう設定してます。でも別に真似する必要はないですよ、どっちでもいいんで、好きなことをやってみてください。はい、じゃあさっきちらっと言った、これクイックメニューって言うんですけど、どうやってるかっていうと、私画面を
ペンでもいいんですけど、クッとペンでやるとダメだった。指でプッと長押しするとこうやって出てくるんですね。で、この6つの黒いボタン、ここ自分で設定ができるんですよ。何これっていうことなんですけど、要するに、ブラシを押して、ブラシ、どのブラシだっけ、いつも触ってたあのブラシとかっていうことあるじゃないですか。それを簡単にする方法なんですよ。例えば私、なんだ、カリグラフィーの中のモノラインだったっけな、なんかね、よく使うブラシがあるんですよ。で、そのブラシをこのクイックメニューのスクリプトだ、スクリプトっていうところに設定しておくと、ここをグッと押して、このクイックメニューを出したここにスクリプトがあるから、はい、これでスクリプトが出てきたっていうのができるんです。で、こうしてサンド系のブラシにしたいなっていう時は、こうやって一発でこういう感じで変えることができるんですね。皆さん今出てきてます？こうグッと押し込んだら大体出てくると思うんですけど、で、大体の人が何も設定されてないと思うんで、何も入ってないと思うんですよ。どうするかっていうと、これを長押しします。そしたら、こっち側になんかメニューが出てくるんですよ。一番最初何のメニューが出てくるんだ、これかな、アクションを設定って多分出てくると思うんで、ここですごい細かく設定ができます。ここでね、真ん中あたりにブラシを選択ってあるんで、ブラシを選択を押します。そしたら自分が今ブラシの中に入っている、種類が全部ここで見えてきます。まずはブラシセットが見えて、で、その後ブラシが見えます。で、このブラシを、ポンって押した時に使いたいなって思ったら、それを設定して、あとは書くだけ。いけました？書くだけ。これこの間やった動画の正外派のブラシバージョンなんですけど、こういう感じでね、クイックメニューで、1本だけ設定しなくっても、ここには6つの項目があるんで、全部埋めることもできるんですよ。で、ブラシだけじゃなくって、例えば、ここを押したらレイヤーが出るように設定したいとか、ここを押したらフルスクリーンにしたいとかね。例えばこのフルスクリーンってあるんで、これ押すと、ここを押したら、ほら、周りのあれが消えたの分かりますか？どうやって出すのって思ったら、ここを押す。もう一回やります。ちょっとこの柄が邪魔だな。グッと押してフルスクリーンを押すと、周りのツールバーが全部消えます。で、戻したいときはこの左上の四角いマークをポチッと押したら戻ります、みたいな感じで好きなように設定ができる。で、このクイックメニューは、クイックメニュー 1,2,3 っていっぱい増やすこともできます。なので私は1をメインで使ってるんですけど、もっと増やしたい人は2とかね、つけて、2の項目にはこうレイヤー関係とか、次3を作って、3の項目にはこう何か違うものみたいな感じで、細かく設定することもできます。ただし、あんまり作りすぎると自分がわからなくなるんで、一番最初はクイックメニュー1だけでいいと思います。慣れてきたら2,3,4って増やしていって、触っていったらいいと思います。これがクイックメニュー。このクイックメニューと、それから環境設定、さっきのジェスチャーコントロール、ここの中をこういろいろ触って設定していくと、すごく使いやすくなるんですよ。ただまあね、この専門用語、スクラブとか、なんか3本指スワイプとかね、出ている、こういう言葉を覚える必要があるんで、そこはちょっとめんどくさいかもしれないんですけど、下にちっちゃい文字でここを選択したらこうなるよっていうのが書いてあるんで、そこ見ながらやっていったらいいと思います。はい。
すごい早い早口で喋ってますけど、みんなついてきてますかね。書くより大変かもね。はい。あとはそうだね、この画面の中で説明するのはこっち側のツールかね。ここはスパナのマークはだいたい設定関係で、このキラキラマークは効果、まあ、調整って書いてるんですけど、ここキラキラ押して、でぼかしって押すと今書いたものがぼやけるとかね、とかいろいろあるんですよ。あ、この辺は触ってみた方がいいかもしれない。で、この S のマークは範囲設定なんですよ。で、その範囲指定するのにここを使うっていうので、下のところになんか変なのが出てきた。ここはね、ちょっと難しいので今日は割愛しますけど、で、この矢印マークは書いたものを移動させる時に使います。さあ、チャットが止まったよ。みんなついてきてる？はい。てな感じで、あっという間に1時間経ちましたが、みんなわかりました？基本というより、私が常日頃触っているところを説明しただけなんですよ。でも、普段触ってないところを見ている人も多分多いと思うので、いろんな意味で、へーっていうのにはなったと思います。で、そのへーっていうのが大事で、あ、そうなんだ、じゃあここはっていうので、触ってみるっていうのをまずやってほしいんですね。まずみんなに、そうですね、課題を与えるとすれば、ブラシを増やしてみましょう。これがね、楽しくなってきます。ブラシって本当にいっぱいあるんで、こういうブラシとかをすると、こういうね、ほら、これがブラシ。こんなブラシがあるんですよ。こういうブラシがあるんで、みんなね、いろんなブラシを触った方がいいですね。これはこんな感じみたいなね。なので、まずはブラシを増やすっていうところを今日は覚えるようにして、どん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 ちょっとずつでいいんで、できることを増やしていってもらうと、プロクリエイトっていうのがすごく使いやすくって、わかりやすくなってるな、これっていうのがわかると思うんですよ。で、世の中には、ペイントアプリっていっぱいあるんで、それが悪いとは言わないんですけど、プロクリエイトって本当にね、この見た目がスッキリしてるじゃないですか。なんかこの辺にいっぱいボタンがあるとかじゃなくって。なので、結構わかりやすいと思うんですね。だから、使い方さえ覚えれば、これはいくらでも触れます。で、いくらでも触った時に、アニメーションとかっていうのができるようになると、どんどん楽しくなってくるんで、これ私ずっと途中で放り出したまんまのアニメーションがあるんですけど、こういうね、線だけで女の人が踊ってるんですけど、実は動画ですみたいな、こういうこともできるんですね。はい。こんな感じで、ちょっと私の使い方を説明しながら、プロクリエイトっていうのはねっていうのを、説明してみました。もしこれを聞いて、いやいや、私こういうことが知りたいんですっていうのがあったら、それもまた DM で送っていただいたら、答えます。で、いっぱい同じ内容の質問が来たら、もうそれはどんどん動画で上げていきますので、そこはまた、皆さんのね、わかりやすいようにこっち側から、ご提案しようと思います。はい。というわけで、来週何にしたい？何にしよう？来週のお絵描き。まあ、ちょっとまた考えて、ストーリーにあげますね。考えてるのは、この間ちょっとやった、この、写真をイラスト化するっていう、こういう手法をお伝えしたんですけど、こういうのをもう一回違うバージョンでやってみるとか、そうっすね。あとはそうだな。何がいいの？みんな。プリンの違うバージョンを書いてみるとかね。プリンじゃなくて、ケーキ書くとか。なんか誰か言ってたな。ケーキ書きたいとか。でもいいし、
一部の人が言ってた髪の毛を描きたいとかね、そんなのでもいいし、またその辺もね教えてください。私こんなのがやりたいですとかっていうのを教えていただいたら、よっしゃわかった、じゃあやろうみたいなことになると思うので、これもねやったら面白いと思うんですよ。水滴、これ書いてるんですよ、こんなのとかね。多分こうちっちゃくした方が、あーはいはいはいみたいにわかると思うんです。これすぐできます。こんな感じでいろんなことやっているので、あの今日初めて来たよっていう人も、あの実はこれあのただ今日は説明するだけなんですけど、あの来週からまた実践に入ります実践あのみんなが書いてで私にシェアするみたいなねことをやってるんですよ。でその書き方とかを毎回教えてるので、あれなんか面白そうだぞとかって思ってくれたら、あの来週からまたぜひ来てください。あのすごい面白い、こういうねこんな感じのこうなんかぬいぐるみっぽいワッペンみたいなこういう絵とかいろんなものを描いてます。なのでぜひ来週からまたお越しください。というわけで1時間ずっと喋りっぱなしでしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけで今日はこれで終わろうと思います。なんかすごいたくさんの人に集まっていただいてめっちゃ嬉しいです。はい、じゃあ来週からまたどんなものをするのか考えておきますので、みんなで一緒に楽しみましょう。はい、じゃあ今日はこれで終わりにしようと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。明日からまた頑張ってくださいね。